ソラハム君を女の子の部屋でもう一回見かけてください。うわ気づかねえよこれ。よかった生配信で。一人でやったら泣いてた俺。こんばんは、ドコムスです。今日はチャンネル登録28万人突破記念、とっとこハム太郎2ハムちゃんズ大集合でちゅ実況プレイやっていこうかなと思います。ハム太郎2の動画と配信からドコムスさんを知って、あの見るようになりましたって言ってもらえることが多くて、まあ普通に考えて俺前回の記憶ほぼないんで、最初からやってできれば今日ハム5コンプリートまでやりたいなっていう。今までの記録は消えてしまいますが、本当にいいでちゅか、いいでちゅ。記録こんなに可愛く消すことあるんや。ちなみにこれね、あのハム太郎のゲームならではの太郎っていう漢字が唯一使えるんですね。太郎にもできるし、ロー太郎にもできるし、ジョー太郎にはできないんですけど、ロー太郎もできるし、太郎ローローローもにできますね。太郎ローローローにしようかな俺。ジョー太郎できるね。決定の上のこの謎の毒ハム怖くねこれ。ゾン太郎かな。キスしてるやん。よし、それじゃ教えるぜ。ちゃんとメモっとけよ。なんで毎回チッスすんの。2年ぶりぐらいかこのゲームやんの。もう BGM 懐かしいわ。てかこれ86個じゃねえの、85個な。あと1個頑張れよ。ハム太郎のゲームなんだから。どこ太郎の部屋です。今は地下ハウスのどっかにいます。あ、在宅状況わかんの。あれ見てえじゃん、一覧見てえじゃん。一覧のどの席埋まってるか表示あるとこあるよね。あれなんだこいつ。その日ドコムスは思い出した、2年前も同じところで爆笑していたことを。この人はまあ好きであそこにいるのか。ああ、危ねえ。てんてんてんってゲームオーバー。じゃあ地下ハウスに戻りましょう。この動物のコミュニケーションっぽいのめっちゃ可愛いよね。なんていい部屋住んでやがんな。ドラクエの王様の家じゃねえか。ハムスターなのに俺よりいい部屋住んでるよ。あ、僕の大好きな子牛。なんか手伝ってほしそうに泣いてるわ。俺察してほしいタイプ無理だからちょっと仕方すんね。ちゃんと言ってほしいタイプだから俺。これノボッチュして、あ、思ったより上行く。え、H&M や。エプロン。やべえ、ゲームボーイ売ってるやん。ゲームボーイとトットコンドめっちゃ欲しい。これまた買いに行こうよ。今までの種を。ゲームボーイ買えんじゃん。ああ、もう金使っちゃった。入り次第、給料すぐ使うタイプ。このハム太郎。売れピップル。あ、来た。売れピップル未だに使うぞ、俺。売れピップル、嬉しいより長くなっちゃってるやつな。まあまあ、ぼっちなところによく来たね。あ、ぼっちってハム語やったんや。じゃあ、ぼっちザロックってハム太郎の続編ってこと？アジカンだけじゃなかったん、影響受けたの。ハム太郎にも影響受けてるわ。わささ。ふんふんディフェンスやん。さ、俺もわささって出せる。ふんふんディフェンス。テンション上がるやん。売る。いいやり。シーチュー透けてる。もう何でもできるやん、ハム太郎。いや、オイル塗りすぎちゃったから勢いつきそうだよね。くー、ドキドキするぜ。なんか、ちょっと隠しエリア来た。隠しエリア来たし、死にっちゅしてる。やばい、死んだ。君、壁のあっち側に行ったんだね。え、ちっとも怖いところじゃなかった？僕、あそこでとっておきのひまわりの種を全部使っちゃったことがあるんだ。だから僕には、おぞぞーな場所なんだよ。
チンコやんけ。あ、ここに着くね。なるほどね。うわ労働の闇。え、チープルってなんだっけ。印をつけておいた。やべ、しょんべんしちゃった。間違えて、間違えてしょんべんしちゃった。シートの上は土足厳禁よ。くんなくんな。回避率高え。くんなくんな。つえ。あ、懐かしい。売れピップル。なななな。減らさないで。アタッチ。うわあ。ヘケじゃないのよ。ちょっと悪かったかな。めっちゃ悪い。お、小石を一個手に入れた。うわあ、ムタロウさん。ポッポー。思うに、女の子を泣かせたら、素直に謝るのが、ポッポーイント。ブーブー、ポッブー、ブーブー、ポッブー、ブーブー、ポイント。ところで、とんがりの噂を聞いたぜ。え？豚ゴリラやめてよ。友達つうのか。んじゃ、お前は心の友達だ。お前は心の友達だ。うお、心の友達。あのね、僕で今僕は帰るとこなの。若い子の高野かね。あとで熊野プーさんリスペクトだろうね、これはね。ぷはー、や、ぷはー、やっと出られた。命の次に大事なボールだけど、君にプレゼルするよ、クリストファー・ロビン。いいじゃんよ、買っておくれよ。やーの、買っておくれよ、買っておくれよ、買っておくれよ。開国してくださいよ。あ、どこだろうは。ただ助けてえな。いきなりレジが閉まるよって挟まれてしまいまして。うん、うん。何言ってるんです。同じハムちゃんズの仲間じゃないですか。メガネハン。あー、クリアした。5時間かかった。2周目のが時間かかるってどういうことよ。ただ、ハム語は今日のが集めてるんで、ちょっとこの後ハム語をコンプリートしたいんだけど、もう3時だね。でも、28万人記念配信だからもうちょっと頑張っちゃおうかな。アタッチュ。ここにアタッチュ。お、落ちた。すげえ、なにこれ。こんなん気づかねえ。あ、スター。なにスターって。結局スターじゃなくて俺はハム語を探してんだよ。見てたよ、君あっち側に行けたんだね。そうか、その手があったか。でも僕ブレブないからな。やった、ブレブ。知らんけど、ブレイブやん。そっち側に逃げたんだね。インターステラーみたいになってる。根気がいるゲームや。ここをもぐちょしたりしてないよね。ならいいけど、ここには本当に何もないんだ。だからあっち行って。でもあっち行くと、ツッツン。はみ切りを見つけた。心の、あ、ポエムその2。軽快な曲に合わせ、僕の心はドラムロール。熱い鼓動を刻み始める。続く。続くんかい。これ何個か見なきゃいけないってことかな。誰が気づくん。まあこれヒントがあるとしたら、続くがヒントだね。くるくる回る僕の舞姫。ダメー。僕ポエムを書くのが趣味なんだけど、テレランだからいつも書いたそばから埋めてるんだ。もう読んじゃダメだよ。テレランゲット。かわいい。一回ちょっとハムちゃんズ
全員に話しかけておこうかな。あれなんかしてる。あの小太郎さん、のわー、もうダメです。頭がアウチッチです。脳みそ飛び出てたやん。これ基本あれなのかな、一人一個なのかな、投資ゲットかな。はあ、いつものっぽくには毎度くんの愚痴聞いてもらってすいませんね。めっちゃ困ってるやん。マジフル困りましたよ。それもこれも同じ子に思いを寄せてるからなんです。マジフル。ほんと。マジフルいいね。ところでどこだろはん。マフラちゃんのことをどう思わはります？パーヘクチ。やっぱせやろ。どこだろはんもそう思う？はあ、パーヘクチ。今のでなんか出んのか。テレラン。バルッチ。バルッチってあんた、何マフラちゃんと張り合ってんのや。わからんやっちゃな。何ももらえんのかい。ハイドくんのハム語、ノッポくんの部屋でくれる。こっからなんかやるってこと？こいつどかすのかな？あ、メガネがいたりいなかったりすんの？なんだよ。それランダムなの？ランダムメガネなんだ、あれ。ああ、こいつマジか。こいつマジかよ。本当にこれランダムなの？いや、絶対ランダムじゃないよね。ワザップもしかして。地下ハウス出んの？いちいち。ここでいいのかな？ここじゃなかったらめちゃくちゃ厄介だよ。あ、ほんとだ、変わった！と言われるとな、確かに、チュキリーナって気持ちは一緒や。それはお互いよう分かっとんのや。チューラブーとチュキリーナは違うんだ。チュキリーナゲット。もうちょいや。これで喋れるか。来た！やっと解放されたの、ノッポ。そうなんですよ。メガネくんとマイドくんって、ミチュテル。っていうか、オモロプーですよね。なんだオモロプーって。世代的にワンチャンアイナップこっからつけた可能性あるぞ。アイナップオモロプーから来てないかな、もしかして。で、リボンちゃん。おい！こいつやべえぞ。ついに一線越えだな。無中中かな。なんだって？俺男と無中中してる暇はないよ。悪いんだけど俺、クイッチュしてるんだ。クセ強いの残ってんな。影分身覚えるんや。ピカチュウも覚えるしな。カブル君、ここに、これもランダムってこと？カブル君リセマラじゃありませんように。おわ、リセマラだ。まぶねえ、これ、このゲーム。一回見たら判断しちゃうよね。ねえ、他になんか被り心地の良さそうなもの持ってきてよ。そうか、ごめんなさいだぞ。僕、どこ太郎くんに甘えちゃってたんだね。うん、これからは自分のものは自分の力で、ゲチューするぞ。あ、よかった！ゲチューゲット。あと4個！で、かぶるくんゲットしたから、死ぬ死ぬ。こっちにいる。あ、でもないな。ってことは、あと、マフラーちゃんだけだから、街に探しに行くしかない。この子？恥ずかしい。アタッチュ。やん、恥ずかしい。ダメじゃん、この子。あ、増えた！いや、これもえぐいな。これも気づかねえな。ルンピカ。やん、恥ずかしい。さっき、トラ模様の子にも言われた。そういえば、クリックリの女の子も見かけたわ。やべえって、マジで。え、これ攻略本なしでクリアできた女児、いっぱいいるの？やっぱこれ、完全クリアってみんな諦めたもんなのかな？あと2個。お、コンプリートした。きたー。で、マフラーちゃんとこ行って、きたー、ノンタル！
私たちしかいないから、のんたるしていってね。そうそう、この部屋気に入ってくれた？イエーチュー。でしょ？なんか、地下ハウスって落ち着くのよね。ウキュー。あれ？関係ねえじゃん。そうかな。なんか、そう言われると落ち着か、関係ない。ゆっくりしていってね。ゆっくり実況が流れた。ん？お兄ちゃんならいないわよ。どっかでまた女の子にちょっかいを出してなければいいんだけどね。トラハム君を女の子の部屋でもう一回見かけてください。うわ、気づかねえよこれ。よかった生配信で。一人でやったら泣いてたわ俺。それじゃ愛しのリボンちゃん、またね。なんかゲームやってるとトラハム君だんだんムカついてくるな。おー来た、しゃーっしゃ。まったくどうしてお兄ちゃんはそうなの。いつもいつもしょうがないんだから。お兄ちゃんたらいくらゲンマルしてもああなんだもの。ゲンマル？ゲンマル、ゲンマルって何？約束？指切りゲンマみたいなことかな。さああと一個。いや俺の予想だとね、大将くんは来たー。俺の予想だと大将くんは大木戸博士だから図鑑埋めてから行くんだと思うんだよ。で86個になるんだと思うよ。ちょび人気だよね。でもな、僕的にはここでちゃんとした工作ができないのがあとちょっちなんだよね。最後親父ギャグかよ。ちょっちゅねーみたいなやつやんこれ。ちょっちゅねーはあれか、親父ギャグじゃなくてあれだ、具志堅さんだ。あとちょっちゅねー。あ、向こう埋まったー。図鑑埋めたからこれで大将でしょ。よう、どこ太郎、ハム語の調子はどうだ、集まってるか。パーヘクチ。え、マジフルかよ。どれ、 , 笑っちゃうよマジフル。おお、全部集まってるじゃねえか。俺様がそんなお前にふさわしいハム語を覚えといたぜ。それはな、お前ってばグレイチュなやつだぜ。やっぱな、絶対ハムにしてくると思ったぜ。ほらね、いやこれ冒頭で言ったじゃん、86じゃないのおかしいなと思ったんだよ。新エンディング来た。うわー、たどり着いた。いやグレイチだ。お、あれこれおばあちゃんちじゃなかった？うわ、なんか泣きそう、このエンディング。なんかグッときちゃってる今俺。あ、話長いのは遺伝だったってことか。あいつ孫だったのか。なるほどね。だから序盤のおばあちゃんの話が長かったってやつはあれ伏線だったんだ。めちゃくちゃおもろいなハム太郎2。考察しがいありすぎだろ。いや、よくできてるわ、このゲーム。ほら、プロデューサー、宮本茂さん、宮本さん、ジョージ泣くて。さすがに。おい、どこだろ？いつまでぼーっとしてんだよ！お前ってやつは、グレイチかと思えば、これだからな。ま、そこがどこ太郎らしいか。はっはっは。あれ？こんだけ？あ、表紙がかっこよくなる。しかも初期ハムやん、これ。この首のなさ。初期ハム太郎になる。これさ、これま、新エンディングありそうじゃない？なんか、さすがにさ、今日ハム太郎2周目だからさ、まあ、ほぼ雑談しながらやる感じになるのかなと思ったけどさ、普通にやっぱこのゲーム面白すぎて、普通に1周目みたいな実況しちゃってるわ。もうちょっとハム太郎の思い出とか語んのかなと思ってたんだけど、普通に一周目と同じ熱量で実況できてる今。